して話してよ。お前か。娘はどこだ。ティマンに教えろ。なんで僕をこんなところに連れてきたのさ。ちゃんと説明しなきゃ質問に答えないからね。間に合わない。もう手遅れだ。ティマンはここに残っちゃいけない。逃げろ逃げろ。あのお方が来た。娘を連れて早く逃げろ。一緒だ。これがお前が娘のために選んだ家族か、アステリア。無謀なやつだ。そのような強き血脈、落ちぶれることがあろうか。お前はあの娘の運命を知らない、愚か者め。彼女は宝石の原石、職人の手によって輝き出すのだ。お前は彼女にとって何の価値もない。残念だったな。届けるとしよう。
と知らず。アステリア、これがお前が娘を守るための最後の手段か。封印の血が再び流れる時、この世界の土台は崩れ去る。その時この娘の運命を見届けるがよい。それにしても娘を妹扱いするとはな。笑わせてくれる。